マスオ TV。 はい、マスオ TV です。はい、皆さん、じゃじゃん、こちらご存知でしょうか。これね、マルちゃん製麺というね、インスタントラーメンで、一時期ね、人気すぎて、どこのね、スーパーにもね、売ってなくて、売り切れ続出というね、現象を起こした大人気なね、インスタントラーメンなんです。このね、マルちゃん製麺が、なんと8月10日、麺をね、進化させて、リニューアルすることにね、なったみたいなんです。なんとね、さらに、コシが強く、伸びにくく、しっかりとしたね、麺にすることができるようになったんで、今回リニューアルすることになったみたいなんです。で、このマルちゃん製麺の麺ってね、他の麺とどう違うんだろうと思ってね、ちゃんと調べたところ、他の麺ってね、普通工場で作ってから、コカっていうね、作業をして、それを乾燥させて出荷してるんですけど、このね、マルちゃん製麺は、その工場で作ったそのままを乾燥させて出荷してるらしいんです。だからね、すんごくね、生麺にね、近い状態の、麺らしいんですよ。生麺と同じように茹でる、コツで茹でると、最高にね、美味しく食べることができるらしいということでね、今日ね、それ教わってきたんで、僕もね、一番美味しい茹で方で、このね、マルちゃん製麺ちょっと茹でて、実際に食べてみたいと思います。コツなんてあるなんて知らなかった、本当に。はい、では実際にね、こちらマルちゃん製麺のね、味噌味、コツ通りにね、作っていきたいと思います。はい、ではね、マルちゃん製麺味噌味作っていきたいと思います。まず開けて、こちらのね、スープを取り出して、スープを丼に入れていきましょう。よいしょ。では、こちらの麺をね、生麺を茹でるときと同じコツで茹でていきたいと思います。美味しく茹でるコツですね。では、まず投入しまーす。で、ここから1分間は何も触らないようにしましょう。で、1分が経ちましたらまたひっくり返します。そこからはね、時間までほっとくというのがね、マルちゃん製麺を茹でるコツなんですよ。では1分が経ちましたので、1回ひっくり返していきたいと思います。よいしょ。このままほっとけばこれで完成です。味噌味は4分間茹でるんで、あと3分間このまま放置しておきましょう。野菜やお肉をね、一緒に茹でたい場合は先に入れちゃって、でね、またお湯が再沸騰してから麺を入れると美味しくできるらしいです。ということで、4分が経過しましたので、こちらで完成です。麺はね、自然とほどけます。ほら、もうこのようにね、自然とほどけるんです。で、これをこちらの丼に入れていきます。まずスープをちょっとね、こういう風に溶かしてから麺を入れます。せーの、よいしょ。おー、うまそう。すっげーいい香りしてますよ、味噌は。味噌の風味の。ほら、こちらが美味しいマルちゃん製麺の茹で方でーす。とっても美味しそう。ではね、実際に食べてみたいと思います。ではこちら、いただきまーす。もちもち、うまっ。あ、ほんとに美味しいっすね。うめぇ。めっちゃうまいっす。マジで。麺のコシがあるのと、こう、もちもちしてるので、こう、食べ応えがある麺ですね。さらにスープも、このね、味噌の香りがすごく効いてて、インスタント麺だとは思えないぐらいの、こういう仕上がりになってます。うわ、うまい。いや、うまいわ。ということで、完食でーす。美味しかった。大満足です。ごちそうさまでした。インスタント麺じゃなくてお店で食べてるような、そのぐらいの全てのクオリティが最高に高かったです。これからは、ああやって、麺を崩さずに、茹でたいと思います。はい、ということでね、皆さんもね、ぜひ8月10日これリニューアルするらしいんで、本当に美味しいです。ぜひ皆さんもね、食べてみてください。今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。
本当に美味しかったです。以上、マスオ TV でした。バイバーイ。